橋本五郎「地図にない町」「私にこの物語をして聞かせた寺内とかいう人は聞くところによると昨年の11月末ちょうど私がこれを聞いて帰ったその日の夜7時頃もう病気を募らせて自ら部屋の柱に頭を打ちつけて」 死んだのだのそうである7時といえば私を送り出してからまだ3時間とたっていない出来事である世間話のうちにふとこれを伝えてくれた私の知人はその時いつにない私の驚きに対して「無論寺内氏の死は自殺であるが正しくは病死と称すべきものでまたすでに病死として立派に万事の終わっていることを話してくれた」 が私はその瞬間もう右の病死なるものが果たして真実に病死と称されるべきものかどうかを疑っていたそれは私が死の生前に聞いたこの物語を思い出したからで当時私がこの物語を死から聞かされた当時は何分にも場所が場所であり相手が相手でもありしかも一面識もなかった人から いわば無理強いに聞かされた形だったので単に面白い話くらいに思い捨てていたわけだがそれが今死が自殺したのだと聞いてみると当時の死のはなはだ真剣であった様子やそれからこの物語に何ら論理的間違いのないことなどが今さらのように考えられるのである。死は 物語の合間合間に自分の正しいことを力説したが今から考えてみるとそのむやみな激昂や他に対する嫌みなまでの罵倒も皆自殺する前の悲しい叫びとして私には十分理解できる気がする死はこの物語を私以前の誰かへも話したかもしれぬが物語が ひどく私たちの常識からかけ離れているのとそれから場所人に対する精神のゆえとでおそらく誰にも信じてもらえなかったであろう死としては自殺するより他道がなかったのに違いないかくいう私でさえもが当時物語の面白さについつり込まれて監視された死の部屋に2時間近くも滞在していたにはいたが いいいつかかなるる障害を被ろううととも知れぬ不安から、諏訪といえば直ちに飛び出しうる覚悟だけはしていた覚えがある怒りのために事に鋭く見開かれていた目や呪いのために特に激しかった言葉の調子やそれから宗師のごとき態度時折猫のように廊下へ気を配る様子などは確かに私たちの死に対する考えを誤らした。 死は私たち同様この朗らかな青空の下で悠々人間としての権利を主張してよかったのだ私は死のためにこの物語を発表してみようと思うたとえこれが死の自殺を病死なる誤られた名称から救うことができないとしてもそれが一人でもこの真実を考えてくださる方があれば地下の死へは 幾分の満足であろうからまたこの物語に現れた死の運命はやがて私たちの一面の運命でもあろうと信じるから恐ろしいこの物語は31歳で死んだ死の21歳の春のどちらかといえば物おかしい冒険から始まっているだが読者は微笑の陰には 常に黒いマスクの潜んでいることを知っていてくれるに違いない寺内氏はその時もう都会というものに少しの未練をも感じてはいなかったとのことである職業紹介所というものも限られた特殊な人々にだけ必要なものでそれ以外に何の意味を持つものではないと悟った氏は一枚の履歴書と学校の辞令と戸籍謄本と それから空のガマ口とをポケットに入れてとにかく前へ前へと足を出した首をもたげる気にはならなかったから汚い地面ばかりを見て歩いたのであるしかしどうかすると死と並行してあるいは並行しないで忙しそうに歩いてゆくまたは歩いてくるたくさんの足が視界に入ったまた時には それらの足と足の間を通して通りの向こうの立ち並んだ家々の脚部が見えた人を満載してゆくらしい電車の車輪が見えたそしてその足や車輪や柳屋が死にそれほどの人の中にも知人一人のない寂しさを思わしめた空腹はもとよりのことであったが歩いているうちはそれほどでもなかった が、寝不足に似た嫌な気持ちの頭の中ではエプロンをかけた女の顔だの飯屋の看板だのテーブルの上の1本のスプーンだの味噌汁の色だのそんなものが絶えずチラ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 していた半ば夢のようにそうして歩いているうちに寺内氏はいつか浅草の公園へ来ていた理数にすれば三里近くもあるところを いつの間にか氷炭池のあののののああペンンキ剥げたたたベンチの一つへたどり着いていてである時間はちょうどロックの跳ねた直後のことでそこではまだ楽しい人々が真っ暗になって電車道へ電車道へと押し流れていたがぞろぞろと遠ざかっていくその足音はベンチに崩れた死の耳へまるで埋葬に来た近親者が引き返すのを 埋められた穴の中から聞くように響いたそうであるロックの伝統がバタバタと消えていったとそれに追い立てられるように今までやかましかった夜店の売り声が一つ一つなくなっていってにぎやかさの裏のひと潮の冷たさが死の足先を包んできた何か甘酸っぱい風が死の胸から背の方へ つついついいとと肺臓を抜けていくよううに思われたという何がなしにしばらく目をつぶっていたから氏はポケットの履歴書を取り出してこれも何がなしにその文字をゆっくりと眺めてみた「士族と断ってあるのが変に滑稽に思われたり学校への訪食という字が急に肉々しくなったりした」「田舎のことがちらっと頭をかすめた」 しかし死の連想は記者陳どころか自分には今どうする金の一文もないというところで豆腐のようにぼやけてしまったのである死は後ろざまにその履歴書をひょうたん池へ投げた続いて辞令を東本をそれから空っぽのガマ口をベンチの横に立っているお情けのような昼夜灯の光が それら落ちてゆく寺内氏の過去をひらひらと幻想のように青白く照らしてくれたどんな過去もどんな履歴も今の自分には何ら必要がないではないかハハハと死は思うさま笑ってみたのであるとそれに調子を合わせたように <laughs> としかもすぐ死の横で誰かが笑った死はその時受けた感じを例えば何か硬い火箸のようなもので向こう爪を殴られたような到底説明し難い感じだと言った見ると同じベンチの反対の端に一人の男がボロ毛布に体を巻いた老人が のの本を見ててまだ顔だ顔け笑っていたのであるどうしてとやがてその老人から言葉をかけられたが死はその時思いもかけず人のいた驚きで急に返事をすることはできなかったと言っている族ってつまらなないもんだなと重ねてその老人が話しかけてきた時には しかつてて聞いいた北海道のの妊婦のことを考えていたそしてこの老人が果たしてそんな恐ろしい人間であるか否かとその丸い顔を柔和な目を健康そうな表情をそれからがっしりした老人の体格をただ見つめていた学校のの先生ってのもつまらないないその老人は続いていった。 が死はまだ言葉を返すことができなかったこの老人はいつの間にベンチへ来てまたいつの間にそんな死が士族の子弟でありかつて小学校に飽職していたことなどを知ったのであろうと死はやはり老人の表を見つめたまま黙っていたというのであるどうだ はないかい。はハは,はと老人は笑いながらそれまでもぞもぞやっていた毛布の懐から1個の新聞紙包みを出して開いたそして食い残しらしい89本のバナナが急に死の食欲を呼び覚ました「手を出すのじゃない手を出すのじゃない」ないとわずかな理性があの北海道行き妊婦の末路を想像させたが死は 到底その誘惑には勝つことができなかったと解述したいただいてもいいのかしら若い寺内氏はそう言ったつもりであったが急に覚えた甲虫のネバネバしさでそれは唇から漏れずして消えてしまったが次の瞬間には理屈も何もなく氏はもう九段の老人と並んで仲良くそのバナナの皮をむいていたのであるそしてその味の なんと喉にやわらかく触れたことであろうはやるのかい。と食い終わったところで老人が聞いた食後の一服を市は予想していなかったがそう問われてみると抑え難い喫煙の欲が冷えた指の先々へまでみなぎってくるのだったおやもう飲んでしまったかな確かにまだあったと思ったが。 いいえ、まだやってるだろうちょいと行ってもらってこいよ死がまだそれと答えないうちに毛布の中で手を動かしていた老人は体のどこにもタバコがなかったと見えてそんなことをつぶやくとそのままベンチを立ち上がったそして老人がタバコを持って帰ってくるまで死の胸を行き来した思念は過去への呪いでもなければ前途への想像でもなく 今去っていったその老人の果たしていかなる種類の人間であるかということであったその服装で見ればいかに土地不安内な,な寺内氏にも老人は物乞い以外の何者にも見えなかったしかし物乞いと言ってしまうにはその言葉の端々やそれから態度に何か紳士的なものが感じられる「タバコをもらってくる」といった言葉から考えれば まさしく老人は北海道行きの妊婦引子でもらいに行った先はその仲間のうちではないだろうかもしそうとすれば自分のこれからはどうなるであろう彼らは一度交渉を持てばその恐ろしい集団の力で到底相手を逃がさないものと聞いているだがそれほどの悪人が己の商売をするのにタバコ戦さえも持っていないとはどうしたのであろう もし老人が物乞いであれば自分はすでにその物乞いから一度の食を恵まれたわけである上京してきてからわずかにふたつきもう自分は物乞いの社会へその一歩を落としたのではあるまいかと死の胸にはそんな寂しい予感ばかりが巨来したさあ朝日だがと 老人が元気に帰ってきた死は,はその時の誘惑にも到底打ち勝つことはできなかったと言っている「同じ北海道へやられるのなら何でも構わずにもらってやれ」とそんなさもしい気持ちにもなったそうである新しい朝日の袋をプツリと切ってその一本に火をつけた時の喜び死は 「感謝という言葉が持つ意味をその時初めて知ったと思った」「胸いっぱいに吸い込んでそれからそろそろとできるだけ長く静かに静かに吐き出して吐ききったところでしばらく目をつむって死は空へ出ていく紫の煙の死の腹の中からいろいろなお物を拭い去っていくすがすがしさに陶酔水した」 口を投げちゃったりしてあぶれたのかい老人は喫茶店のテーブルにでも寄った調子でひどく応用な口の聞き方をした死の胸には朝からのいやふたつきこの方の苦しさを感じる健康が次第に回復してきた苦い苦い都会の経験がいろんな形で思い出された 老人の問いに幾分警戒の心は動いたが後で考えてみても説明のできぬ気持ちでその時死は現在までのすべてを老人に話したというのであるが老人は死がひそかに期待した北海道行き妊婦の話は持ち出さなかった「いや今夜の宿もないってわけだな」と同情に満ちた声で言ったのが 聞き終わったときの老人の最初の言葉だった。だが、まあいいやな。若いんだから。そのうち目の出るときもきっと来るだろうよ。くよくよしないでやってるんだな。で、今夜は、なんなら俺のところへ来てもいいんだが、来るかいなに、お互いだから遠慮も心配もいりはしないが、とにかくここから出ることにしよう。 もうお巡りさんの回ってくる時間だめっかるとまたうるさいお巡りさんと聞いて寺内氏はハッとなったというそれまで考えてもみなかった寂しさが潮のように市の胸を取り囲んだ市は老人に続いて何を考える暇もなく立ち上がったそして地盤のわずかだった休息から今はすっかり暗くなった ロックの石畳の道へと出たのである。石畳へ出て23歩行きかけた時「そうだ行く前に風呂へ入らないかな相当疲れているんだろう」と老人が立ち止まった死は別にその時入りたいとは思わなかったが今さら老人に逆らってみても始まらないといった気持ちで行為に従う胸を表情で示すと じゃあちょいとここで待っていてくれ俺が今湯煎をこしらえてくるからそのままシネマカンの角を曲がってしばらく老人は姿を消した湯煎をこしらえてくるとはどういう意味なのであろうまさか盗んでくるというのではあるまいが死はいよいよ老人の正体を考えあぐんで 変な自分のこの半時間足らずの行動を今更のように振り返ってみるのだったさあ、また,した行こう。老人が引っ返したのはよほどたってからだった行こうというからには湯煎はできたに違いないしはそのことを尋ねてみようかとためらいながらついそのままに老人に従って町の名も知らぬ一軒の湯屋へ 遅いそののれんをくぐって入った老人が五千白銅一枚と一千銅貨五枚とを番台へ置くのが見えた着物を脱ぐ老人を寺内氏は改めて注視したいや老人に集まる周囲の目番台の目そんなものを氏はさりげない風に伺ったのである老人に対する周囲の目がどんな色に動くかさえ知れば おおよそ老人の正体も知れるであろうと考えたのだがダメであった都会は何から何までが個人主義だった湯煎さえ受け取ればあとはお買ってと言わぬばかりに万代の男はこくりこくりやっているしもう数少なの客たちもみんなめいめいの帰りを急いで市や老人に一個さえ与えるものはいなかった明るい伝統の下で丸い老人の顔はツヤツヤと光った 柔和な瞳は絶えず幸福に輝いていた子供子供した厚ぼったい手は死の手よりもよほど美しかった老人は決して物乞いではないと悟ると死は今までにない恐怖に似たものを感じたというがまた自分の今と言ってどこへ行くべきあてもないことを考えた時 その恐怖に似たものはいつか知らず薄れていってやがて長しへあぐらをかいた死はもう老人の背を流したり老人から背を流されたりしていたゆえやで借りた手ぬぐいの汚れも今は全く気にならなかったしかしこの時死はすでに恐ろしい計画の中へ老人のために追いやられていたのだとは誰が知ろう 湯から出た老人は一服つけたあと独り言のように言ったさてと、と今日ははお客様があるるのだかから、本よりは別荘へ行くとするかな。老人に伴われて氏は暗いいくつかの路地を抜けた両側にはガラス戸のある家などは一軒もなかったおそらく建前のいびつなためであろう閉められた板戸のひまひまから 弱い伝統の光がそれらの家々のつつましやかさを漏らしていた太陽の下で見ることができたならばおそらくそこはゴミゴミした貧しい人たちの一句ででもあったに違いないやがて2人の達した別荘なるものはそうした町の一角に相当大きくそして黒くそびえていたが取り回した塀も見えずどこにも明かりを見ることはできなかった 空をくぎった黒い影で、氏はその建物の妖艶であることだけは悟ることができた。もう門が閉まってるからな。俺がちょいとおまじないをしてくるまでは待ってるんだ。老人は小声に言って、それから建物の表とおぼしい側へ回っていった。暗い地上に一人立って。 死が再びこの老人の上にいろいろな想像を巡らしたのはもちろんであるだが不思議に今は老人の言動を何か疑う気にはなれなかったと死は話したじゃあ入ったらいいうまくいった闇の中から声がして思いもかけぬ死の面前に穴が開いた建物の一つの戸が開かれたのである そこで靴を脱いで段があるんだから老人の注意がなかったらその時死はすぐ前の上がり段にあるいは向こう船を打ちつけただろうまるで胸をつくような狭い廊下だった廊下を老人について一回りするとほーっと左手の部屋から明かりが流れていた八畳の部屋を二つぶち抜いたとおぼしい大きな部屋が 廊下との境に障子一つなく死の目の前に現れたのである見るといるいるその広い部屋いっぱいにたった一つの電灯を浴びてもじりの者のはっぴの者はだしいのは東京米の袋をかぶった者いずれも表通りでは見られないような男たちがおよそ四十人近くもいっぱいに詰まっていぎたなくそこに転ねをしているのだった。 静かにするんだ。そしてほらあの間転ぶといい腹がついているだろうがまた明日のことだ寒けれやこれをかぶって寝てもいいぞ老人がそれまで己の身につけていた毛布を貸してくれた死にはこの建物が A 区の無料宿泊所であることは翌日の朝までわからなかったそうである老人の言った別荘の意味は 単なる薬言であることは知ったが毛布をかぶってごろ寝しながらも死はいよいよ不可解になってきた老人の正体を考えずにはいられなかったおそらくこの老人とでもこうして雑魚寝の連中と同じ人種に違いないとそのことは考えられたがなお死の頭には老人の態度その他の変に紳士的なところが理解できかねたのであるよし 明日になったら聞いてみよう。そして老人の正体によってこれが受くべきでない恵みならば潔く受けないことにしよう多少の余裕を回復してきた寺内氏はそう思い詰めた末に半ば空腹を感じながらやっと眠りについたのである「俺は労働者じゃない」と言って物乞いとも言えないだろう。 もちろん職業なんてものは10年。この方を忘れてしまった。渚はこれで60の差がはとうに超えているからな。しかし、別に働かなくとも食うにことかくわけではなし。寝るに寒い思いをする。ではなし。最も汚いといえば、それは俺の食うもの着るもの。それから寝るところだって。あの通り汚いが何。な 俺はただ気ままに食ったり寝たり遊んだりご覧のような具合で面白く生きているというまでのことだ都会というところは実によくできていてただで何でも言うことを聞いてくれるからなだから心配しないでまあ酒が欲しければ酒うん酒はダメなのかじゃタバコならタバコ 何でも好きなものを言うがいい昨日のようにもらってきてやるから女が欲しけりゃ女だって少し急いで行こう出ないと飯に遅れてしまうから老人は歩き歩きそんなことを寺内氏に答えたゆうべの無料宿泊所を出て2人はまだ暗い川岸の通りを歩いているのである急ぎながら老人は寺内氏に対して それが驚くべきいろいろな都会の抜け裏のことを話してくれた例えばゆうべのタバコであるあれは老人が付近の射的屋へ行ってただその顔をのぞけただけでもらってきたものだというのである老人はかつてその12軒だか並んでいる射的屋の一軒一軒を頃合いを図って「ようこんばんは」と入っていった。 そして、「さん、俺にいくらでも打たすかねと第2半身を泳がしていったのである第1の射的屋では「さあどうぞ」とあっさり弾を突きつけられてしまったすると射的なんか全然できない老人は「ハッハハ姉さんはまだ若いね。 そう向きになられるとこっちが恥ずかしくて打てなくなる気の毒だからまあこの次にしようとそのまま次へ回ったのであるが身も知らぬ老人の腕前をどこに打たさぬ先から見抜く射的屋があろう老人はそこでも弾を突きつけられたが同じ言葉を繰り返して老人はたゆまずその12軒を回ったという ところが面白いことには、その七八軒目からもう老人の後ろには用のない野獣馬がうんとついてきて、それらが老人が射的屋へ入るたびにこそこそと、あれはおめえバツバツの年寄りで、これで寝台を潰しちゃった人間だよ」とか。この人に訴したら射的屋がいく軒あったたとで一軒だって立ちゃいかねえ」とか。 そんなふうに影の公演を自然にやってくれてそれが10件目ではまあ親方ですか今日あいにく混んでおりますからお粗末ですけれどこれで勘弁なすってと何も言わぬ先から朝日2個を渡されたというのである以来老人はタバコが欲しくなれば頃合いを図ってその12件のどれかの射的やへ顔を出して うすかねと朝日なりバットなりをもらってくるのだというのであるまたあの湯煎にしてもそれが10銭や15銭のことならどこにでも盛り場というものにはそんな金の落ちている罠があるのだそうである習得物がどうのこうのとやかわしく言えば限りがないが放っておけば腐ってゆく金をただ拾い出してくるのに何のトガが,があろう 使われてこそ金自身としては本望ではあるまいか」とそんな話のうちに二人は目的のところへ来てしまった。いいがまっすぐに歩いて黙って金を払って食うつもりで食うんだぜ。老人は一言注意して寺内氏の先に立って表札も何もない板壁の門から堂々と中へ入っていった。 まだほのぐらいその門下ははっぴ姿やまききゃはんやいずれは労働者と見える連中が同様に一人二人連れ立ってやってきていたそして寺内氏も老人と共にそれらの人々に混じって何の心配することもなく広い荒木造りの食堂で腹いっぱいに温かい食事をすることができたのであるこれも都会の抜け裏なのかな 寺内氏はそう思いながら幾杯もおかわりをした門から出るときには少し手立てがいったそれはこの食堂がある組合の経営のものでそこでの食事を許される労働者はしばらく塀のうちで待ったあとに監督に連れられてその日の賃金を働くべく作業場へ行くようになっていたからであるが30人に近いそれら労働者のうちには ちょいとタバコを買うために門を出ていくものがないではない寺内氏と老人とは極めて自然にそんな労働者を装って苦もなく再び自由な町へと門を出たのだったどうだい罪だと思うかね俺がこんな風に生活していることをその門から数値を離れたところでやはり歩きながら老人が言った そして今は幾分老人に安心した寺内氏がそれに対して少しの意見を述べたのに対しもちろん罪は罪だろうがこんな罪は決して他の労働者に迷惑をかけたりまた監督の腹を痛めたりはしえしない全く周囲に交渉のない罪なら社会的にはそれは少しも罪ではないからな と老人はなかなか変わった意見を吐くのであるそして老人自身はその罪でないことを信じている旨を話し二三こうした罪でない罪のはだ,はだ老人にとって有益である例を挙げたあとに面白いと思うならこれからある場所へ行ってお前さんの服装をもっと立派なものに変えてみようではないか一文もいらないとももちろん 俺だって今少し若ければ色気というものがあるから多少小ざっぱりしたなりをしてるんだがこの年ではこの方が気楽だからなとこれはまた興味のある相談だった寺内氏はその時老人の持っている主義というか哲学というかそんなものから自分の今日までを照らし合わして半ば肯定的なあるものを感じたとのことであった今は、 こうした不思議な生活のその罪であるかどうかというような問題よりはこれから直面しようとする服装の冒険に言い知れぬ興味と勇気を覚えたのであるもちろんあなたのことですから危ないことはないのでしょうねああもちろん誰だって文句を言う者は一人もないあったところで決して罪にはならない まあ、いいお天気だからブラブラ行くことにしようそして寺内氏と老人とは服装に似合わない都市道路論などを戦わしながら今は昼近い町の巷を悠々と歩いていったのであるさあこの辺でしばらくブラブラしていればそのうちには誰かが着物を持ってきてくれるはずだ。そこは日比谷公園の、 元の図書館のの裏にあたる木立の中であった老人はそうつぶやいて傍らのベンチに腰を下ろした公園もこの辺りになるとちょっと憂鬱な感じがして UFO の人の姿も極めてまれである早春の淡い日陰がそれでも木の間を通して地上に細かな熊を織り出していた寺内氏は同じく老人の横に腰を下ろして なぜこの辺りをぶらぶらしていればそんなもの好きな人が着物などを持ってきてくれるのかとそのことを老人に尋ねようとしたとその時である何か慌ただしい気配が2人の背後に起こったと思うと「おい!」「ガサガサ」と木立から音がして2人の目の前に不思議な人間が現れたのであるしかもその手には 抜き放たれた担当が光って見えた頼むから君の服をくれ代わりには僕のこれを嫌なら嫌と言えさあ早くだその男はかぶやのドラ息子といった様子をしていた30前後の目尻の切れ上がった一癖ありげな面魂である後ろから誰かに追いかけられてでもいる態度でもう一度早くしろ 頼むと担当を持たない左の手であまりの驚きに呆然としている寺内氏を拝むようにした早く早くしろ我に返った氏は仕方なく服を脱いだ一着の背広は売ってしまって今は赤と油でヨレヨレになっている爪襟の上下をそれから形の崩れた黒のタングツを 男は死の脱いでいく端からその爪襟を器用に来たそして来たかと見る間にもう木立のかなたに駆け去っていたやむなく男の大島を着てついの羽織のひもを結んだ死はその時何か老人の言葉に真偽とでも言ったもののあることを感じたが春後死は背後から駆けつけた私服の刑事に肩先をつかまれたのである が刑事は九段の男を知っていたに違いない。氏が今担当で脅迫されたことをおどおどと話すと、よし、そして奴はどっちへ行ったそうか、では君は後からバツ,バツしようや来い。参考人だぞ。と大型の名刺を投げるようにしてくれて、そのままこれも木立の体へ駆け去ってしまった。まことに夢のようなひと時だった。 この出来事はしばらくの間やがて老人が説明してくれるまで寺内氏にはどうしても事実として信じられなかったそうである服装が変わってしまった死は今立派な青年となったああなんという老人の言葉であろう知恵であろう寺内氏の驚きを老人は相変わらずはっはと笑ったそして言った ななすっっかか。り変わったじゃないかこれでも少し顔の手入れをすればどこへ出しても恥ずかしくない若い者だお祝いに昼飯はレストランにでもするかなそのたもとには一文もないかしらんなけりゃこの辺でちょいと拾ってきてもいいんだが老人の言葉に氏は手をたもとへ入れてみたとどうであろうがこそなかったが ののままのごが一枚それほどシワにもならないで出てきたではないかおおこれは広いものだな驚いたのは寺内氏よりもむしろ老人と言ってよかった寺内氏はただぼう然としてしばらくなすところを知らなかったのであるとにかくどこかで昼にしよう金さえあればこんななりをしていたって心配はない。 老人は先に立った。死は後から続いたそして近くのレストランに入って老人は一杯のビールをさえやりながらまたまた死に対してどんな話をしたであろうかいや何都会の事情に少し通じてくればこんなことはわけはないんだ俺は今朝あの食堂で隣のやつらが話しているのをちょいと耳に挟んだのだが 何でも麹町の去るところで人事件起こったというんだつまらない盗みなんだがいずれやつらが話しているくらいだからその犯人がどんな人間かはだいたい想像がつくどうすると俺のように10年近くもこんな生活をしている人間にはその犯人というのがどこにどれだけ隠れていてそれから どの道をどこへ逃げるということのおおよそはすぐにわかるんだ。で私服に追いかけられるならあの辺だと思ったからまあお前さんを引っ張って行ってみたとこう言ったわけさ。たもとにレコが入っていたのはやくとくとでもいうのかな。そうだよそうだよ。やつらはすぐに着物を変えてずらかろうてんだからな。 何行く必要なんかあるものか広い東京で二度と再びあの刑事に出会うようなことはありはしない警察を行けばそれこそせっかくの着物を取り上げられてしまう老人は上機嫌でそんな風に説明したそしてなおこうついでなあこれほど立派になったのだからここを出たらついでに床屋へ寄って 顔をきれいにしてくるがいい。そしたら俺がもっともっと面白いことを教えてやるぞ。決して罪じゃないんだからな。そして今度のはうまくいけば相当な金になろうもしれぬ。いや、金なんかで買えぬいいことがあるかもしれぬ。お前さんは人間がしっかりしているから、ひょっとすりゃ、 それでまた世の中へ帰れるかもしれないやまあそのことはそれでいいとにかく早く顔を当たってくることだ俺は公園でサルとでも遊んでいるからな老人の言う次のいいこととは何であろう寺内氏は朝からのいや夕べからの経験でもう絶対に老人を信じていたそしてこの愉快な生活に 今はほとんどの同意をさえ持つようになっていたのである死は付近の床屋で快いハサミの音を耳近く聞きながら老人の次のいいことを考えていた自分は寝たそして食った来たこの上にいいこととは何であろう金かいや老人は金以上のものがと言ったのである 金以上のものといえばおお老人は自分に一人の恋人を与えようというのではあるまいか寺内氏はウキウキとした気持ちになって床屋をで、老人の待っていよう公園へと引き返していったいいかいこの町には名前がないんだからな。 こんな町は参謀本部の地図にだってありはしないよく聞いていて間違わないようにしなければ老人はそう前置きしてさて次のいいことのある場所を教えるべく公園の一か所の滑らかな土の上に石でもって面白い線を引き始めたのであるここが三越だいいかいそしてここが駅 この三越と駅にこう線を引いてこのところから直角にこうしばらく行くと白いポストのあるタバコ屋の前に出る。ああペンキがはげて白くなっているんだ。このタバコ屋の右に路地があるからなこの路地をこう行くと右側の家を数えて1軒2軒3軒4軒目のところで 道がこう二つに分かれている。それを左に行っちゃいけないこれからは一本道だからこれを右へ右へと行くすると1 4五5分歩いたところで黒い板塀に突き当たるからかまわずその板塀を向こうへ押し開けばいいいいなするとこんな格好の 狭いかかな通りへ出るから、いいかいいよいよこのとおりへでたらできるだけしずかにくちぶえをふいてこちらからこちらへゆっくりとあるくんだ。おおそれだけでいいそうやっていればきっといいことがおこる。けしてビクビクしちゃいけない。 どこまでも元気にそしてどこまでも太っ腹でまあとにかく行ってみるんだな何もなかったらまた浅草へ帰ってくるさ俺は大抵あの時間にはあのベンチへ行ってるからな老人の言う言葉には何か力といったものが感じられたその結果がいかなるものとも予想さえつかなかったが なおしばらく右の冒険について老人と問答を交わした末寺内氏は勇敢にもその地図にない町を指していくことに決心したのだったそんなふうにして日は長くなったとはいえ都会の夕暮れは公園のベンチへも間もなく来たまだ5時にはいくらかの間があったであろうが勇敢の鈴はやかましく響き 家々の軒には郷愁を呼ぶような冷たい伝統が輝き染めた老人と別れた市は不思議な興味に胸を躍らせながら示された三越と駅のあの線からポストのバコやそれから1軒2軒3軒といわれるところの疑問の町を訪ねたのであるバコ屋の路地を入った辺たりはまだそこここの家裏と変わった感じでもなかったがそれが一歩 四軒目の家の家角を曲がると東京のしかも半荷なこの一角にこんな奇妙な路地があったかと驚くばかりその路地はゆれゆれと折れ曲がってしかも左右のどの家もが皆黒い板塀に囲まれてその路地へ対しては一軒として便所の口さえも開いてはいないのであるまことに 世をすねた香塚がひそかに暇つぶしにこしらえたとも呼びたいそれは何の意義をも持たぬかに見える全くの袋小路であった行くことをわずかにして言われたとおりの板塀に突き当たった死は押してみたそして驚くべきことにはそこにまたかの老人の言ったごとくにそこにはいとも物も静かな 孔子のある下田屋の一番地がひっそりと死の前に開けたのである死は思い切って静かに静かに口笛を吹いたその柔らかなリズムは人一人いるとも見えぬその家々の軒を孔子をノックするように流れていった私はここでそれから寺内氏に起こった一つの事件を 語るのを好まないがここまで書いてきた順序としてその一件で市が一人の夫人と交渉を持った代替を言おう東京の真っただ中にそんな限られた海へ出る人の町があるのだとは私も信じえないがそこは要するに留守を守る女ばかりの一区画であって氏が誘われた一件はまさにそうした 長い間自由の苦しさを感じていいる人のの住まいだったのである死が誰の案内もなくそこへ行ったことは事に相手の人に喜ばれて死は実に1週間という驚くべき毎日をその相手の人と面白く悩ましく全てを忘れて明け暮らした死が全てを忘れたという点にはもっと説明が必要であろうが男女の間の微妙な関係は 読者がよりよく理解してくださるはずである死はそうして暮らしているうち相手の人の甚だ美しいことこの美しさは彼女の聡明教養気品といったものを含んでいるを知ったそしてやがては単なる興味を超えて死はかつて覚えなかった恋心をその身横なる人に感じ始めたのである したがって、その言い難い一週間が経って、もはやそれ以上とどまることの不可能になったとき、死がどんなにその別れをはかないものに思ったことか。ひ月たてばまた会えますわ。だって仕方のないことなんですもの。ひ月、ね、またひ月だったらいらしてね。相手の人の瞳にも何か濡れたものが光ったと。 寺内氏は言ったそんな風にしてこの奇怪な1週間は終わったのであるが彼女のうちを辞して再び死が町の人となった時もう死は以前の一文無しではなかったそれが罪であるか男らしくないことであるかは知らぬとにかく寺内氏は十分ふた月は生活できる金を懐にしていたのであるがこの物語はこれで終わったのではない 小さな事件とはいえそうして寺内氏が彼女のもとを辞して久しぶりに往来へ出た時危うく死を引き殺そうとした自動車のあったことを記しておかねばならぬその自動車はまるで死の命を狙うかのように死が右へよければ右へ左へかわせば左に向かって5分に近い間電車通りの真ん中を右に左に死を追ったのであるが不思議に まさに不思議にである。死はその難から逃れることができてやがて死にはつつましいながら新しい生活が始まったのであるがひとつたって思いかねた死がその不思議な町へ行ってみた時にはそうした一区画こそありはしたが彼女はもとより林下でその吉を訪ねてみてもそうした人のいたということさえ全く知ることができなかったのである。はまた、 浅草にかの老人をも訪ねてみたが幾晩死があの思い出のベンチへ寄ろうともこれもついにその老人を見ることはできなかったそうして2年の月日がたったのであるが2年たった夏の初め死は思いがけなくもかの老人をそして彼女をしかもその両者を一つにして 歌舞伎座の華やかな特等席に見出したのである。おお、美代子美代子だ寺内氏は囚人の前も忘れてそう叫んだそうである。菊五郎の棒縛りがトンストンと気持ちよく運ばれているうちに、ふと何かのきっかけで特等席に目をやった氏が、そこに、おお、かつてのあの不思議な老人と並んで、輝くように清掃した彼女が、 小間遣いでもあろうかこれも美しい若い女に二つばかりの子供を抱えさせて静かに舞台に見入っているのを見たのである忘れることのできないそのおもながな顔瞳唇しかもかの老人がなんとモーニングらしいいでたちですましてゆったりとそれに並んでいることよ寺内氏の驚きがどんなものであったか そそもそもかの老人はなんびとであるのかまた彼女は恋しい美代子はなんびとの夫人であるのか今見る老人は明らかにかつての物乞いではなくまた彼女も明らかにかつての聖人の妻ではない美代子美代子芝もう一度我を忘れて叫んだのであるそしてそのまま席を立ち上がった がこのとき一方では老人と彼女は死の声にそれと知ったのかあるいは特別な時間でも来たのかちょうどこれも席を立って帰り始めた死は打ち騒ぐ人々の間を転ぶように抜けて一度方向を間違えながら懸命に玄関へと走り出た走り出るのと老人と彼女とが自動車に乗るのとが一緒だった と思う間もなく自動車はついに酔い闇へ去ってしまったのであるちらと見た運転手の顔に何か見覚えがあるように思ったがその時は死には思い出すことができなかったしかし死はまだ絶望はしなかったその自動車の番号を周囲の明かりではっきりと読み取っていたのだ劇場の人々が彼らに対してした丁寧な態度や 運転手のそれに対するうやうやしい態度は彼らが相当に名ある老人名ある婦人であることを物語っているあの自動車も必ず彼らの自家用に違いない氏はその111666という番号を基調に間もなく彼女が師匠脇坂氏夫人でありかの老人が家付きの七尾医師であることを知った氏は 何らゆすりがましい気持ちを持ったわけではなかったがそれと知ると何か説明しがたいものに惹かれて市は一日麹町の試着堤を訪れたのであるそしておお、そのわずかな行動が市をこれほどの不幸な境遇へ導こうとはねえ考えてみれば。 めから,たくらんだ仕事なのです。あのタバコの剣にしたってと長い物語を終わった死が言ったのである射的やうんぬんも一応の理屈は立つが事実そんなことが許されるかどうかまた湯せんにしたって日比谷の泥棒にしたって事実があれほどぴったりといくものかどうかそうして 何がために老人がそれほど私を助けたのかねみんなあの女との交渉を持たそうがために老人は前から適当な青年を物色していたに違いないんです履歴書を見たり一日中構えてその青年を試していればそれが人間としてどれだけ欠点のない男かどうかは分かるはずではありませんかことに私は あの晩真っ先に自分の肉体を隅々まで調べられているのですそうですあの名もないお湯屋の中であの女が歌舞伎座へ連れて行ってた赤ん坊は母確かに私の子供なのだ彼女は子供の欲しい一年からあんな風に私を利用した利用した果ては殺そうとした 111666の自動車は、あの不思議な街から久しぶりに往来へ出たとき、私を引き殺そうとした自動車なのだ。運転手の顔を私は知っている。そして、ようやく私があの老人に面会すれば、なんということぞ。彼らは、その金と権力と思って、 とうとう私をこんなところへ入れてしまった。弁解すれば弁解するほど病人とせられる。抜けることのできないこの地獄へ、私をとし入れてしまった。ああ、誰が、誰がこの私の話を少しでも信じてくれるだろうか。あの子供を、やがての死爵を、 私の子供と知ってくれるだろうか割に自由な風天病院の一室で寺内氏はこれだけの物語を私にして聞かせたのである死が自殺したと聞いて私はこれをまざまざと思い出した読者はこの物語をやはり精神病者の言葉として少しも信じてはくれないだろうか 考えてはくれないだろうか。